さこんにちは私は船遊び水波の佐藤と申します株式会社フローティングライフという会社を設立しまして船遊び水波という屋号で東京の川主に日本橋の船着き場から船を出しておりますでは早速ですが画面共有をさせていただきます はい、えー、私はですねあの、船遊び水波という名前をあの最初考えたときに、えー、水波というのはまあ船の名前なんですが、船遊びという言葉に、えー、とてもこだわって、えー、これを始めました。でなぜ、えー、船遊びかというところも、えー、交えて、今日はお話しさせていただきたいと思います。 今日はですね、えー、まず、まあ、簡単な自己紹介をさせていただいて、えー、東京が、えー、実は水の都だということを私は広めたくて、この船遊びをしておりますので、えー、まずは水路のネットワークをお見せして、まあ、東京にどんな川があるのかというのを見ていただきます。それからあの私どもでやっている、まあ、水波というのはどんな船で、えー、船遊びっていうのはどういうことをするのか。そして、えー 水上バスですとか屋形船とは違う私たち独自の船遊びっていうのはどんなものなのかそういうことをお話しさせていただいて、えーまあ、東京は江戸時代からの水の都であるというところもあの実際にまあどういう経緯からこういうふうになっているのかということも含めてお話しいたします。またあの最近は東京もですね、えー まあ東京都さんの方も水辺の価値というものにえだいぶ気づいてくれましてさまざまなえ水辺を美しくするための動きが出ているのでまあそういったところもまあ皆さんがお客様をご案内する時に行っていただきたいなというスポットも含めて映えバイスポットも合わせてえお伝えしたいと思います。 でまず、えー、私はあの船遊び水はのオーナーオペレーターということで、えー、夫と私と、えー、2人だけの小さな会社で、まあ、船を持つのにはやはり株式会社にしておいた方がいいので、えーまあ、会社にはなっていますが限りなく個人事業に近い会社と思っていただければと思います。で今日、えー、来ている皆さんの中で私が絶対に勝てると思う。 えことは一つだけありまして、それはあの日本橋を三千五百回以上くぐ、えー、っているということです。まあ船があの出る日本橋船着き場というのはこの重要文化財の明治四十四年の日本橋のたもとにありまして、えー、そこから船を出しますので必ず日本橋をくぐ、えー、って、えー、ご案内いたします。それをやっているうちにいつの間にか三千五百回以上 まあ、もしかすると、まあ、数え漏れがある部分を考えると、まあ、4000回近く行っている可能性もあります、はい、で私はあの東京都の中央区の新富町というところで生まれまして、えーまあ、両親とも江戸っ子ですのでどちらかというと、まあ、京都の雅よりも江戸の行が好きで、まあ、江戸文化が大好きです。 まあ育ったのは小さいうちに千葉県の市川市に越しましたのでそこで育ちましてで新卒で商社に入った後、まあ結婚してから夫は商社ではないんですが転勤してまあ渡米しまして、まあ、その際に改めて外から見た日本とか、まあ、日本の文化というものの価値というのを再発見しまして。 でまあ、帰国は IT 企業や等身会社などで働いたんですがやはり人生の後半戦は自分の好きなことをやりたいなと思いまして江戸の文化を伝える仕事をやってみたいと思ったんですね。でその際に、まあ、いろいろ選択肢がある中でこの江戸時代からあのいろんなあの痕跡が東京には残っていますけれども。 その面積が一番大きいのは実は水路でして、その水路を使った仕事をしてみようと決意しまして、でまあ、参入障壁はなかなか高い業界ではあるんですが、まあ、失敗したら他のことをやればいいやと思って、クルージング会社で修業しまして、まあ、2013年に船遊び水葉を開業しました。でこの船遊び水葉の事業はですね、 まあ最初は3年持てば嬉しいなと思いながらまあ5年、7年ときましてえ今やっと10年目に入りました。まあ、来年は10周年ということでえまたいろいろなイベントを企画していきたいなと思っております。えー、ではここでですね、ちょっと一旦東京の水路図をえ見ていただきたいと思います。 えー、私たちの船が、えー、航行することが可能な水路というのが、まあ、実はあのここに入りきれないものもまだあるんですが、まあ、このような感じであります。この青い線、2本大きい川の線があります。えー、これがですね、えー、この左にあるのが隅田川、右にあるのが荒川になります。 この隅田川はですね、この図の一番上にまたさらに伸びてましてスタート地点は荒川から分かれるところが北区の赤羽の近くに岩口水門というのがありましてその水門から隅田川が始まってそして終点はこの築地のですね余り級前のところになります。 そしてもう一つの大きな川荒川荒実はあのこの隅田川というのが昔荒川だったんですね。でそれがまあ河川法の改正になりまして隅、えー、田川、えー、岩淵のところから、えー、左に行くのが隅田川で右に行くのはかつて荒川放水路と言われていたものが今荒川と言われています。 で実はこの岩淵水門からこ,のこちらの荒川のです、ねえー、東京湾に出るところまでおよそ2 0キロは人の力で作った放水路なんです。えー、明治45年から昭和5年までの20年を使って、えー、掘って、えー、洪水対策のために作った放水路です。でこのの大きい2つの川をです、ね、結ぶような形で えー、いろいろな川がありましてでこの神田川日本橋川亀島川などは私たちがよく行っている水路です。えー、日本橋がまあ大体この辺りになります、えー。そしてここに川という名前と下の方に行くと運河という名前が出てきますが、えー、川というのは大きく言うとまあ自然の川。 えー、そして、えー、運河というのは人が作った、えー、水路ということなんですが、まあ、東京の場合ちょっと事情が異なる部分がありまして江戸時代に作られたものは人工の水路であっても川と呼んでいます、えー、そして、えー、運河というのはそれ以降に作られた水路ということになります、まあ、このような感じでたくさん川があるわけですがこの隅田川を挟んで、まあ、左側 今この地図でいくと、まあ、台東区から、えー、中央区そしてまあちょっと港区があったりしまして、えー、こちらの隅田川の東側のところ、まあ、ここが、えー、墨田区そして、えー、この辺りが江東区で海の方まで江東区になりますでこの、えー、荒川の右側の部分は葛飾区や 江戸川区になっています大体そんな感じで東京の東側というのをたくさんの水路がネットワークとして網羅されているというところを最初にご説明させていただきました。ではちょっとパワーポイントの方に戻りたいと思います。 はい、お待たせしました、えー、ではここでですね、なあそび水波という、えー、船がまあどんな船なのかというところを、えー、まず説明させていただきたいと思います、えー。この船は水波という名前なんですが、水波の目の神という水の神様から恐れ多くもお名前をいただきました。 まあ最初この名前を付ける時にまあ神様の名前を付けるっていうのは何かたたりがあったらどうしようと思って私は実は今まで一度も行ったことがなかった占いに初めて行きましてでそうしたらまあ神様があなたにこの名前を付けていいって言ってるようなものですから頑張りなさいと言われてえ安心してこの名前を付けましたでこの船はえーオーダーメイドで造船所にえ作ってもらった船なので世界に一つしかありません でこの前のデッキの部分こちらが船さじきと呼んでいるんですがやはり前にこのデッキを持ってくるというのが私の強い望みでやっぱりお客様にいろんな景色の第一発見者になっていただきたいなということがありました、まあ、船の後ろ側にデッキがある船もあるんですがどうしても排気ガスの匂いだったりエンジンの音がうるさかったりします。 でこちらにあって小さな館があって後ろにエンジンがあるので前の部分はエンジンの音を気にせず静かに過ごすことができますでこちらの前のところに全員12人座ることができます船室はちょっと狭いですがなんとか12人入ることができます で屋形船との大きな違いというのはまああのお料理は出ないということで、えー、自由に持ち込んでいただいてゴミ、えー、はこちらで引き取ってなのでああのまあ、安心してお帰りいただけるというふうになっておりますで少人数でまあゆったり過ごす貸し切りに、まあ、向いた船ということでまあ私はあの自分自身も団体旅行というのがあまり好きではないので、えー、やはりその 団体旅行をのお客さんが来ないような小さい船を作りたいなというのがありました。はいえー、では、えー、ふ船遊びっていうのはどんなものなのかということなんですがもともとは平安時代ぐらいからまあ,あるもので、えー、こちらの写真はですね大覚寺の完月の夕べの写真なんですがこのように、えー、月夜に 池の方に船を出しまして水に移った月を眺めるのが、えー、お月見の船遊びでここに、えー、例えば雅楽、まあのですね章、えー、とか、えー、七力なんかを吹く人が乗りましてそれを聞いたり、まあ、踊ったりしながら、まあ、楽しむというとても風雅な、えー、貴族の人たちの遊びでしたそこからまあ江戸時代に、えー、なってからは まあもちろんその大名のお大名遊びというような大きな船でのえ船遊びというのもありましたがそこからえーちもっと小さな船で自由にえ川に出て夕涼みや花火を楽しむといった文化に変わっていきました。現在のじゃあ船遊びというのはどういうことを言うのかというとまあ私たちの大きなまあ定義はですねまあ水上の からあの景色をまあ楽しむ観光ということで、例えばまあ水上バスなどに乗って東京の街を水の上から見る、それから船上でパーティーをしたり、カラオケを歌って楽しんだり、おいしいものを食べたり、そういったことも船遊びですが、私たち独自の解釈としては、船というのは遅いんですよね。やっぱり新幹線とか 電車とかなのそれによってふ普段見えない見落としてしまうようなえ景色がスピードの遅さによって見えたりそしてふ普段皆さん歩いてる時は地に足がついているわけですがその地に足がつかなくなる浮遊感ゆらゆら感っていうのがあの実はえ人間にとっては まあお腹の中に赤ちゃんでお母さんのおなかの中にいた時の現象的な記憶を呼び覚ますとも言われております。それからの季節の移ろいをまあ感じやすいのが船遊びかなと思ってますま。東京の空というのはビルに囲まれて狭い感じがしますが川に出るととても広いです。それによってて雲を見てああ秋が来たなとか まあうるさいセミの声が聞こえてくるとあ今真夏だなんだなと感じたり、まあ、ちょっとした花の香りで季節を感じたりということもあります。それから異なる視点からものを見るというのがありまして、えー、これはですねあの船というのは、まあ、水の上に浮かんでますと地面よりも低いところからものを見ますので例えば高いものがより高く見えたりそれから 橋の裏側など普段見られない部分が見えたりします。またあの戦場の文化体験というところになりますとやはりまあ船の上で音楽を聴いたりとかそれからまあいろんな講師の方のお話を聞きながら、えー、水上から見えるものを巡るといったこともあります。そしてえこの 非日常感というのは実はあのすごく身近なところにあるのに非日常を感じるというのが船の面白いところでああの,普段、まあ、あの皆さん電車とかバスとかとても身近にあって乗るのが当たり前通常の、まあ、生活で使っているものなんですが、まあ、江戸時代と違って今船というのは 日常生活で使う方っていうのは例えば瀬戸内海の島に住んでいる方とかそういう方でないとあまり日常で使うことがありませんですので船に乗るという行為自体が、まあ、常に、えー、非日常と隣り合わせであるということになります、えー、ではここからはですねあの、まあ、船遊び水派の まあ船遊びってどんでこの、えー「船遊び水葉」まあ、貸し切りに向いている少人数貸し切りに向いているというのはさっきお話ししましたがあの結構、えー、驚くことに、えー、2人で借りる方とかいるんですね。でなぜかというと大体プロポーズで借ります。 だいたいレインボーブリッジを背景に男性がひざまずいて指輪の箱をパカッと開けるでそこで女性が感激のあまり涙する、まあ、そういうシーンを今まで10回ぐらい見せていただくことができましたそのうちの7割は外国人成功率は100%ですまた、まあ、そういった特別な時以外でもですね地方からご両親が来た時に えー、プライベートで、えー、東京観光をしたいとか、まあえー、ワインなんかを持ち込んで女子会をしたりまたあの海外の,あのツアーで、えー、来られる方なんかもいらっしゃいます、えー、それから貸切以外で、えー、定番の、まあ、乗り合い便なんかもやっておりまして特にあの海外の方にですね、えー 意外と人気があるのがこの神田川江戸の水路船遊びというものでこの日本橋川と神田川と隅田川と亀島川という4つの川、えー、そのうちの隅田川以外は江戸時代に作られた水路なんですが、まあ、それをめぐる、えー、船遊びというのが、まあ、主にその東京リピーターの方に、えー、人気があります。 NHK ワールドでご紹介していただきましてその後は結構海外からのお客様がいらっしゃいました。でまあどんな感じのツアーなのかというのをちょっと今動画でお見せしたいと思います。 まあこれはあの日本橋をえ出発して日本橋川の上流のまあ日銀の前辺りの方から回っていくんですがまあ明治10年の常盤橋をくぐったり大正7年の鉄道橋やまあ昔の江戸時代の船着き場が残ってるところなんかも通りながら高速の下を上がっていきますまあ江戸城の外堀の石垣「ブラタモリ」でも紹介されたところなんかを通っていきます。 で関東大震災の後の復興期に作られた橋というのが半分以上ありますので、まあ、こういう橋の裏側でこうリベットの美しさとかねそういうのも見ていただけます。でこの高速道路の一番、えー、終わるところに明治37年の総武線の鉄道橋があったりまた今でも船をゴミで運んでいるシーンなんかも見られたりします。 江戸時代50年かけて作られた。この神田川の下流のお茶の水渓谷まあ。ここはあの総武線や中央線が走っていてそして丸ノ内線も見られます。まあ、地下鉄の下を船でくぐれるという体験もちょっと珍しいものかと思います。まあ、鉄道マニアの方も電車がたくさん見られて鉄道遺産もありますので、結構人気ですし。この万世橋駅という沿岸造りの。 建物や、まあ、その横にある万世橋、えー、こちらの鉄道橋も古いものですし、まあ、太田道灌が作った神社の、えー、後々の姿も残っています。で、こちらの柳橋というのは江戸情緒がとても残っているところですし、また、あの、隅田川に出ると今度はちょっと、あの、広い川を少し揺れながら走っていきますので、えー、大きな復興橋梁の清洲橋などを、眺めながら。 スカイツリーも川の真ん中からこういうふうに見ることができます。このコース、江戸時代から令和に至るまで、都市がどのように積み重なって出来上がっているのかということを分かっていただけるコースかと思います。はい、ではあの、またパワーポイントの方に。 戻っていきますでもう一つの定番はですね、えー、東京ベイパノラマ船遊びというもので、えー、こちらはあの日本橋から、えー、豊洲それから有明の方を通って東京湾に出て。 え帰りは隅田川が、まあ、だんだん暗くなってライトアップされたものを見ながら戻るようなコースになるんですがあのこのコースの、えー、ここの東雲、えー、運河の出口から東京湾に出た時のレインボーブリッジというのが、まあ、私たちが今までいろんなところからレインボーブリッジを見て一番きれいな角度だなと思っている、えー、コースになります。 えー、こちらも、えー、ちょっと夕暮れ時の東京湾をちょっと見ていただきたいと思います。これはちょうど東雲運河から、えー、出てきて。 えー、ちょうどその夕暮れの時間に合わせて、まあ、出航時間を決めて、えー、出てきているところですね。でちょっと有明側の方に来ますとこんなあの海上保安庁の船があったり、まあ、レインボーブリッジにつながっていく、えー、高速道路があります。で水に映る、えー、夕日とか、まあ、東京タワーなんかも、えー、やはり、えー、とても人気がありまして。 それからこのレインボーブリッジ、風がそんなに強くないときには、真下の方まで行きまして、その大きさというのも、あの船が小さいので、より大きさを感じていただくことができるかと思います。えー、では、パワーポイントに戻っていきます。 それからあの、まあ、私たちがこの商売を始めるにあたってやはりあの後発組ですので他かとまあどうやって差別化したらいいかということは結構、えー、いろいろと考えたところなんですがやはりあの自分が船の上でやりたいことをやってみてそれがお客様にどういうふうに受け入れられるかというのを試してみたいなと思いました。 で私がやりたかったことはやはりお月見とかそれから船の上で音楽を聴いたりお酒を飲んだり、えー、いろんなお話を専門家から聞いて、えー、知識を増やしていったりそういうことをやりたいなと思っていたわけです。でお月見というのはあの毎年必ず、えー、やっていて、えー、この十五夜の時にですね、えー、月を船の上から見ると、まあ、もちろんあのその年によっては 全くあの雲の中に隠れて見えない時もあるんですが、まあ、このように月がちょっとでも顔を出してくれると歓声が上がりますし、まあ、月が水の上に映るのを、えー、長く見ていられるのも船の上ならではになります。またこの戦場ライブはですね、まあ、三味線に限らず、えー、この間はバンドネオンをやりましたがいろんなのをやってまして、えー、この方はあの歌舞伎座であの「クロミス打ち」という。 す、まあ、だれの内側で、えー、三味線のを弾いていらっしゃる杵谷栄之丞さんという若手の方なんですが、まあ、こういう方を呼んで、えー、ライブをします。で戦場ライブが面白いのはですね、まあ、普通に音楽をあの船の上で揺られながら聞くという非日,日常体験以外に橋の下に来ると橋に音が反響して音が変わるんですね。 それはお客様も演奏する本人もすごくあの面白いといて喜んでくださいます。そしてこちらのこたつであつかんというのはあの日本橋から船を出してますので日本橋にはいろいろな老舗とか面白いお店がたくさんありますのでそういう方とのコラボでこれもその一つで人形町にある佐々木酒店さんというところの4代目の若旦那さんと一緒に。 やるイベントでこれは毎年恒例で大変人気があります。でまあ、海外からお客様が来た時に例えば日本酒のテイスティングを船でやりたいということがありましたらあの私の,その知り合いのこういう方をよ呼んだりまたあの日本酒のスタイリストとかソムリエの方も、えー、知ってますのでそういう方を呼んで、えー、しかも冬はこたつになりますので外のこたつで、えー、お尻から下は温まりながら。 頭ををちょっとキンと冷やして扱うをいただくと、またこちらの戦場ライブも、まあ、これまで10年近くいろんなことをやってきましたのでミュージシャンの方といろいろいい関係もできているのでもし海外からのお客様から貸し切りをしたい時にちょっとなんか日本の伝統音楽も聴きながら船に乗ってみたいななんていうそういうご要望がありましたら。 ここちらにご相談いただければ手配することもできるかと思いますではここからはですね東京が江戸時代からの水の都だということを、まあ、私たちはあの船遊びを通じて知ってもらいたいと思ってやっていますので、まあそ,のまあ、それをバックアップするような情報も一部ご紹介したいと思います。 歌川広重の名所江戸百景というのは全部で118枚浮世絵がありますが実はそのうちの8割が水辺を描いていると言われております。でこの左のものは両国の川開きの時こちら両国橋で花火が上がっていてでこの真ん中は日本橋川に鎧の渡しという渡し船が当時ありました。 今は鎧橋というのがかかっていて、東京証券取引所が、まあ、この辺にあるんですね、えー。そしてこちらの右側、これはあの、えー、深川万年橋の、えー、風景です。深川万年橋というのは小名川にか、えー、かっていまして、まあ、今の、まあ、清澄白川の辺りですで。この茶色っぽいのが、えー、橋で、これはまあ亀が吊るされているたらい。 でこの万年橋というのは江戸時代は、えー、富士見の名所ということで橋の上ののから、えー、眺める富士山というのが、えー、有名だったんです、えー、美しい風景それから、まあ、名所江戸百景というその、まあ、広重が、まあ、世間に伝えたいと思った風景の多くに水辺が入っているということはやはり水の都の証明ではないかと思います。 それからこの江戸時代のです、ねまあ、水路に関してなんですが、えー、先ほどあの大きなあの水路図というのをお見せしましたが、えー、こちらはあの江戸時代の切り絵図になります。で、えー、日本橋がここです。でこれが隅田川です。で日本橋側がまあもうちょっと上の方にまだあるんですがこれでえ日本橋から 船を出しますと隅田川に出られて、で、この赤い線というのは今も残っている、水路なんですが、それ以外にも、まあ、これが外堀だったり、それから、えー、楓川とか、えー、京橋川、築地川、えー、八丁堀、まあ、いろんな水路がありました。またこちらの深川、隅田川の、こっちは西側ですが、こちらは東側ですね。えー、これ、この辺り、この小川。 あこの真ん中はうなぎ川ですねこれが、えー、今の清澄白川の辺りそしてこの辺が森下で上が立川上は両国のエリアになりますでこの下の部分が門前仲町のエリアですね、えー、これを見ますと、まあ、この赤い水路が、まあ、こちらはまあまあ残っている方なんですがまあそれ以上にですねこういう細かい掘り割りというのが まあたくさんありまして、まあこれを使って人々がまあものを運んだり、えー、生活の足として使ったり、遊びに行ったり、まあさまざまな形で船を使って、えー、この水路を行き来していて、まあ江戸時代の水路というのは非常にまあ重要な都市のまあインフラだったということがわかります。で、そのインフラとしてのまあもう一つの使い方というのは。 まあ遠方からの荷物を運ぶために大きな川海だけではなくて江戸時代の水路も活躍していたんだよというのがこの小名木川の図になるんですがえ今ちょっと地図からは外れていますがこの地図の右側のところに江戸川というまあ今千葉と東京をえ分けている川がありますがえそこの行徳というところが塩の産地でした。 海を通らずに安全に塩を運ぶために家康が1600年頃作らせたのがこの小名木川、えー。そこから、えー、千葉からの、えー、行徳からの荷物が、この新川というのがこの辺にあったんですが、そこを通って小名木川に入って、隅田川に出て、そして行徳橋という、えーまあ、日本橋のすぐ近くの土げ場ですね、そこに到着してました。こののというのは あの荷物を上げたり下ろしたりする場所ということで、えー、当時はですねその荷物がもともと出てくる場所の、えー、名前を行徳というふうにつけて行徳菓子と呼んでましたでこちらはあの現代の、まあ、東京港の方を描いた、えー、地図になるんですが。 まあ江戸時代に出来上がった水路以外に近代に入ってから、まあ、明治、大正、昭和に、まあ、このように埋め立て地を作るときにそれを埋め残すような形で、まあ、豊洲とか有明それからこっちは巳ですねそして東京湾のこちら側の品川のエリア田、まあ、町それから品川芝浦このように水路が作られまして。 江戸時代の水路と合わせて、えー、今でも、まあ、私たちのような観光船も通りますし、えー、それから石油ですとか水ですとか、まあ、そういう大きくててて重たたいいもののを運ぶための水路として使われています。まあ、この辺りの品川ふ頭というのはコンテナ船が入ってくるところですし、まあ、当時、えー、これができた当時竹芝日の出芝浦というのは関東大震災の後にできたふ頭なんですが。 まあこういうところに大きい船が来ると、まあ、連絡水路としてこういう小さい水路から船が来て、えー、小舟に積み替えて運んでいく、まあ、そういったことが行われていまして今でもわずかにそういうものも残っております。でまあこのように、まあ、水路が、えー、たくさん張り巡らされた東京ですが。 もともと1950年代から60年代ぐらいはですね、えー、工業排水とかそれから生活排水がたくさん流れ出てしまって下水の整備も、えー、おぼつかない状態でしたので川がものすごく臭くなりましてで人々がどんどん水辺から離れてしまった時期がありました。またた水ののめに堤防をどんどんん高くして、えーまあ、川が家の1階からはもう見えない まあそういうような状態にもなりましたところが水が下水のまあ整備がどんどんできまして水がどんどんきれいになって今あの隅田川も大雨などが降らなければ透明度は1メーター50ぐらいあります、まあ、そのような状況になったことでまあ例えばニューヨークとかまあパリのように水辺の開発水辺を人 人々が過ごせる場所にすることが、まあ、都市のバリューを上げるんだとう、まあ、そういうことに東京都も気づいてきましていろいろな施設ができたり、えー、規制緩和がされるようになりました。でこちらはですねあのリュウロ2017年にできたホテルでここにあの、えー、テラスが川沿いにあります。 で前はあの堤防の近くまでこのようなテラスを作るというのは絶対に許されないことだったんですが、えー、今、川テラスという名前でこのような規制緩和が行われまして、えー、人々が行える場所になりました。これはあの七夕の時に皆さんが集まっているもので、えー、ちょっと小さく私たちも、えー、川から参加しております。それからこちらのペダルス東京というのは東京で初の水上ホテル。 これはあの天王品川のあたりに寺田倉子さんが作った水上ホテルです、まあ、寺田倉庫さんはもともと倉庫業でまあ川からの荷物を荷上げしたりする関係でまあ桟橋を持っていたり水面圏という権利を持っていたのでまあそれを生かしてこのようなフローティングホテルを作っています。 川から見てもこのカラフルな建物はとても面白いですし実は私は一度泊まったことがあるんですが中がとてもシンプルですけどラグジュアリーな感じでここは海外の人にもすごくおすすめできるホテルかと思います。また東東京水町というのののののが浅草の対岸の墨田区武線の高架下に おしゃれなお店ができて遊歩道もできましてこの北十間川という川にも船着き場を作ってくれましたのでこういうおしゃれな水辺とそして船が行き交う光景というのがどんどん増えてきていますまたあの今までまあ単発イベントだったものがだんだん定例化してきて隅田川テラスで行うマルシェとか まあ天王洲の品川のあたりのキャナルフェスでボードウォークの上でテーブルや椅子が出てお食事をしながらこの向かい側の白い小さいあのパラソンに隠れてますがここに映画を映して映画を見たりといった楽しみ方もできます。それかかららオリンピックに向けて2020年から 隅田川のライトアップ、橋のライトアップがリニューアルされて、このようなあの美しい風景がですね、隅田川の夜に出現しました。これはあのまあナイトタイムエコノミーの,あの一つのえ立派なコンテンツになるんではないかというふうにえ思ってまして、私たちも光の橋船遊びというタイトルで、時々運行しております。 それから隅田川テラスはあのまあお散歩するにはいいところなんですが前は結構夜が暗くて女性が歩くにはちょっと危ないかなっていうようなところもありましたが今あの照明がついてえ歩きやすくなりましたしまたこの隅田川テラスをずっと歩いてきてもこのように水門があるとここで止まってしまって一回迂回して奥の橋を渡らないといけなかったんですが。 今、水門の前にこのような連絡橋を作って、隅田川テラスがずっと歩けるような、そんな整備もしてくれています。また、私たちにとってありがたいのは、まあ新しい船着き場も、えー、いくつか、えー、できまして、これによってまあ、航路がですね、えー、多様化するということで、まあ、周遊ではなくて、例えば両国から乗って日本橋で降りるとか。まあそういったこともできるようになってきています。えー、ではここから。 えー、おすすめのスポットをいくつかご紹介したいと思います。あのこちらはあのスカイツリーが川の真ん中から見えるスポットで、まあ、ここで記念写真を撮る方はとても多いです。この、えー、東京で一番美しいといわれる清須橋という橋昭和3年の橋ですがそれと、えー、スカイツリー晴れている時はとてもすてきです。まあもしあの船に まあ乗らないと見えない風景だったらどうしようと思う方はご安心ください、えー、隅田川大橋という箱崎の橋の上からもまあ、これと似たような風景が見られますまたあの東京というのはまあ水路のネットワークがあるということは橋の街でもあります、えー、たくさんのかっこいい橋がいっぱいありまして まあ先ほどの隅田川のライトアップのところでもお話ししました、この倉前橋が今回のライトアップリニューアルの中で一番素晴らしいと言われておりまして、この橋のアーチの下がシャンパンゴールドにライトアップされていまして、これがあのすごく感動したというお声を結構いただきます。また、日本橋や時矢橋のような石橋ですね。特に日本橋はまあ西洋的な 装飾の中に日本の風味がちょっと入ったような和洋折衷の面白い様式ですしま時矢橋というのは被護の遺宿の人たちが当時作った橋ですのであの本当に石だけしか使っていない石橋です中にレンガとかは詰まっていませんまあ、そういった東京で一番古い石橋とその横にある日銀の風景 まあ、これで高速道路がないともっと完璧なんですが、まあ、このような風景や、まあ、レインボーブリッジの裏側ここはあのとても迫力がありまして私はいつも「スターウォーズ」のミレニアム・ファルコン号にちょっと似てませんかとこの下に来るとえお客様にお尋ねしていますえそしてえ先ほどもあの東京ベイパノラマサンセッと船遊びでもお話ししましたが まあ東京で夕日を見るならやはり東京湾ということであの豊洲ぐるり公園の先端のところがまあサンセットポイントなんですが、まあ、船から見ますとノ雲運河というところからここに出てくるとだい、ま、た、あ、い270度ぐらいのパノラマで東京の夕日を楽しむことができます。 えー、ここもまあプロポーズとか、まあ、ちょっとしたお祝い事なんかに来ていただくのにはすごくいい場所だと思います。はいえー、そしてもう一つのおすすめはやはり、えー、お花見でございまして、えー、ここはあの大横川という門前仲町にある、えー、川なんですが、まあ、め皆さん目黒川どうしても行っちゃうと思うんですが目黒川と違って混んでないんですね。 で川沿いに遊歩道もありますが、まあ、船から見るとこの桜というのは光を求めて水の上の方に枝が伸びてきますので両側からの桜の枝が手に届くようなそういう風景を楽しんでいただくことができます。まあ、お花見の時期は混みますのでもしご予約をいただく場合はもうお早めにお願いしたいなと思っております。はい、ということであの今一通り。 えー、皆さんに、えー、東京が水の都だということを、えー、お伝えしようと思っていろんな情報を、えー、ご案内させていただいたんですがあのやっぱり東京が他かの、ま、世界の大都市と、ま、何が違うのかというと、ま、新しいものがどんどん出て常に変化を続けているというところは大きなポイントだとは思うんですがその中に、えー、変わらない江戸時代からの水路があって。 でそこで、われわれのように生計、えーまあ、を立てている人間もいれば、えー、その川の風景をお客様に、えー、楽しんでいただいて、えー、東京の思い出を作っていただけるような場所であるということを、えー、知っていただきたいなと思ってお話しさせていただきまましした。た、えー。どどううううももあありりががととごござざいい、いは佐藤様ました。 はい、えっ、ー、と、まずご利用の体系、料金体系というのはどうなってますかね。あ、そこを、みた、皆さん一番お知りになりたいかなと思うんですけれども、<あ>資料をお示しいただければと思います。はい、かしこまりました。では、えっ、ー、と、またちょっとウェブサイトの。画面を共有させていただきたいと思います。あ、ちょっと失礼しました。 違うのを出してしてまいます、はいえー、まずあの貸し切り料金に関してなんですけれども、あの貸し切り、あのよく屋形船は2時間とか2時間半なんですが、うちは60分から貸し切りができるようになっておりまして、えー、こちらがその料金ですね。60分5万1千円から まあ長い方だと150分ぐらい乗る方もいらっしゃいます。これはあの一定貸し切りなのであの1人で借りても12人で借りてもこの値段になります。でお花見の時はあのちょっと特別料金で時間も120分までになるんですがこのような料金体系で5万9千円から120分で10万9千円までになってます。 で60分を設定しているのはやっぱりその、まあ、例えば海外の方とか時間の限られた中で観光をしていてその中でちょっとだけでもいいから船に乗りたいなというニーズもあるかと思いますしまあ,あの途中その例えば先ほど言った両国から日本橋まで船に乗って観光をしながら。 移動もついでにできてしまうといったニーズにも応えられる時間かなと思って60分から設定しています。はい。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とこちらに示されておりますが、お予約は1週間前までですか？ それお花見の季節だけでしたっ一応1週間前までと書いてあるんですが空いていればまあ直前でも、まあ、前日でも対応可能な場合もあります。ただやっぱりあの前日ですとあの船長の手配ができなかったりとかですね、まあ、そういう場合もありますのであとはあ船着場はあの公共の船着場を利用するのでその利用の予約期限というのがありまして。 あの日本橋なんかは全営業日であれば、えー、夕方4時ぐらいまでだったら大丈夫なんですが他の船着き場はあの1週間前に予約しないとだめな船着き場もありますので、まあ、あのどこで乗ってどこで売りたいかを合わせてご相談いただいてその時にあの使える船着き場でご提案するという形になるかと思います。 はい、ありがとうございます。貸切以外にも、乗り合いっていうのはございますか。あ、はい、ええー、あります。えっ、ー、とですね。こちらの。ええー。えー、こちら側の。神田川江戸の水路船遊び。これは、あの。一人四千円。になります。で。 パノラマサンセット船遊びが4100円で両方とも90分、そして光の端船遊びが100分で4500円になってます。でまあ、ちょっと今ガソリンの値段が高止まりしているということもあるので、もしかするとちょっと値段が変わるかもしれないのとこれはあの日本人もあの外国人もあの同じ。 あの船に乗り合わせたら、まあ、日本語と英語で、まあ、私がガイドをするんですが、まあ、近々外国人の方専用の、えー、コースっていうのも、まあ、設定してみようかなと今考えているところです。それはあの周遊ではなくて、えー、多分浅草の方から出て日本橋に、えー、神田川を経由して到着するようなルートで、えー、やってみたいなと思っているところです。 はい、いありがとうございます、えー。事前に質問を、えー、募集しておりましたのと今も Q&A ボックスの方にいくつか入っておりますけれども、えー、時間の許す、えー、範囲でですね、えー、ご質問にお答えいただきたいなというふうに思っております。はい。 でまずですね、戦場の対応ということなんですけれども、これいくあの、何名様から来てたんですが、雨天時の対応につついいいてアドバイスを伺いたいですつまり雨の日も、えー、と運行する場合と、それから欠航になる場合というのもあると思うんですが、まず欠航になるのはどういう条件の時なのか、そして雨の時に、 あすみませんあの、ちょっと私が話してやられたらおそらくハウ,あのハウリングを起こしているので、ちょっとミュートにしていただける。はい、すみません。うん、はい、えっ、ー、と、今日は同じ場所から、はい、中継、中継と言いますか、えー、しておりますので、ちょっと2人同時に話すとハウリングしてしまうということで、失礼いたしました。はい、えっ、ー、と、そうですね、血行になるのはどういう場合かっていうことが1つですね。それからもう1つが、えー、雨天。 運行した場合にどういう注意点がありますかということ、この2つをまずお願いできますでしょうか、はい、まずあの、中止にしなければいけない条件というのがいくつかありまして、まず1つは大雨とか、まあ、台風の時ですね、それからあの晴れていても風が強い時だいたいうちの場合ですと風速9メートルとかを超えてくると、まあ、危険なので、中止になります。 で基本的には前日の天候判断で、えーまあ、午後の予報を見てご連絡するという形になります。で雨はですねああのまあ、0.1ミリとか0.2ミリぐらいだとギリギリ外にいられるような天気なので、まあ、そういう時はやります。コロナの前はもうちょっと降っていてもやっていたんですがどうしても性質が。 少し狭いのとあの、雨が降ると、窓を開けると雨が吹き込んでしまうので、どうしても窓閉めちゃうんですよね。そうすると換気があまり良くなくなるので、まあ、今は0.3ミリ以上の雨が予想されるときは、もう中止にしています。で、まあ、海外の方は、比較的特にまあ欧米の方はですね、 ちょっとくらい降っていても傘も差さ,さないという方が結構多いので、まあ、0.3ミリぐらいでも全然問題なさそうな方と思ったら、まあ、ちょっとそういう感じですけどいいですかと言ってやる場合もありますはい、はいありがとうございます。 またあの船の,あの設備というか装備についてなんですけれどもあの、乗客の安全対策、ライフベスト以外にどのような工夫がございますかという質問が、ねねまあ、基本的には、まあ、そのうちの場合、ライフベルトという、まあ、ベルトタイプのものをつけていただいてますが、まあ、それを着用いただくことと、あとはまああの船客というのは船の客ですね。あの賠償 保というのに入っていますので、まあ、事故がもしあったときにはあの保険がちゃんと出るようにはなっています。で、まあ、基本的にはあのまあ、ちょっとあの波が高いときとかまあ、そういうときにはまあ出ないようにしていますので、まあ、そういうとき以外でまあ、何かま他の船の引き波で激しく揺れたりとかそういうときはま基本的には私たちがもう立たないでとか。 今から揺れます。とかまあ、そういう注意をして、あの立たせないようにするとかまあ、そういったようなレベルになります。はい、ありがとうございます。え、船酔いされやすい方の対策っていうのは何かされていますか？というご質問もございました。そうですね。まああの。 基本的に外で過ごしていただくので、今までえと1年間にだいまあ酔う方は2人ぐらいな感じではあるんですが、一応、酔い止めのお薬は船の中でも用意してますし、あらかじめそのご心配があるというふうにおっしゃられていたお客様には、あの乗る30分前に薬を飲んでくださいとお勧めしています。ので、はい はい、ありがとうございます。はい、私も何度か乗らせていただいたことがあるんですけど、本当に楽しい、あの、異次元の世界を体験させていただいております。えっ、ー、と、ご質問にあるんですけれども、お化粧室ね、きれいなのございますので、その点も全く心配ありませんね。はい、あとはですね、貸し切りができるということと、先ほど、あの、聞き酒の、あの、楽しい回なんかもあったんですけれども、 お客様が、えー、貸し切りされる際に、調理器具、まあ、例えばガスボンベなどは持ち込みは可能ですかという質問もございました、はいえー、まず、火を使うものは禁止です。で、電池調理器等はあの持ち込みいただくことはできるんですがあの、ワット数が高いものですと、発電容量を超えてしまって、えーまあ、ブレーカーが落ちたりしますので。 まあそういったときは事前にご相談いただいて、その持ち込みする器具が何ワットかというのを教えていただいて、それで大丈夫であれば、お持ちいただくということになりますはい、ありがとうございます。 あとですね今日視聴いただいている方がもう皆さん、通訳案内さんということで、やっぱりインバウンド関連のねご質問が多いんですよね。あのプレゼンテーションの中でもいろいろとこういうゲストがいらっしゃいましたというような情報があったんですけれども、途中から入られた方のために、あのもう一度、少し基本情報をお尋ねしたいと思いますが、よろしいですか。はい えー、ご利用されるお客様の中で外国人観光客の占める割合っていうのはどれくらいなんでしょうかということですねはい、えー、コロナ前は、まあ、大体15%ぐらいが海外の方でほとんどが欧米の方でしたはいまああの北米のまあアメリカカナダそれからまあヨーロッパですとイギリスそれから えとドイツ、オランダ、その辺が割と多かったような気がします。やっぱりオランダとかその水路がもともと大変多い国なので、まあ、結構そのマニアック的な質問とかも出たりして、やっぱり面白いいなと思いましたちなみにどんなマニアックな質問ってあったんでしょうか。あはいあの 今日はあはご紹介しなかったんですけど、東京には肛門といって水路、水路の,その水位差を調節して船を通す仕組みというのがありまして、まあ、それに関して、肛門の左側と右側、まあ、要するに門の内側と外側ですね、ではどのぐらいの水位差があるのかとか、まあ、そういうことを聞かれたことがあります。 はい、あありりがとうございますお投げがありますすおにも、ね、の,のでそちらに関連してなんですけれども、えー、今のゲストっていうのはどういう、えー、船遊びというテーマのどんな点に最も興味を持たれて体験されたんでしょうか先ほど NHK ワールドをご覧になってお申し込、まえー、神田川コースにお申し込みされた方が。 結構いらっしゃったということなんですけれども、それ以外にどんなご興味を持って参加された方、多いんでしょうかそうですね、やはりまずは桜ですね、お花見をしたいというのと、それからあの、まあ、シーズンに関係ない部分でいうと、やはり東京の夜景を見たい。 ま、そういうところかなと思います。あとはあのやはりその船に乗るという行為、自体を楽しまれるというか、まあ、あの水上でゆったりとリラックスしてまあ、楽しみたいまあ、そういうところですかね。はい、ありがとうございます。で、そういった方,方々からどんな感想をお聞きになりましたか？はい、にそうですね。まずはあの東京が。 こんなに川がいいっぱいある町だとは知らなかったいっいう感想が一番多いですで、それからあの、まあ、東京にこんなに橋がいっぱいあるとは知らなかったとっいうことも言われましたしあとあの、まあ、例えばオランダとかあのイギリスからいらした方は川が好すきすぎて好きってすいてて驚いたこんな綺麗なところなのになんでこんなにちょっとしか船がいないんだこれは大変にもったいないと。 おっしゃった方も何人かいましたはい、はい、ありがとうございます東京に住んでてもねなかなか水路の多さって気がつかれてない方も多いですし船に乗った体験もない方っていうのも ね、多いと思いますけれども、海外の方だったらね、なおさらそう思うでしょうね、あのビル群ばかりをイメージしてると。うん、はいそれではの、そろそろお時間なんですけれども、ちょっと変わった角度からのご質問もお,、ねえー、お答えいただいてよろしいですか。はい船を運航,運航するのに必要な資格っていうのは何なんですかということですね。ははいあのまずは船舶免許をあの 乗組員も持っていた方が今いる必要がありましてであの普通の船舶免許というのは、まあ、車の免許と同じで誰でも取れますがでそれに加えて特定免許という、まあ、いわゆるタクシーなんかの2種免許に相当するものですねそれが必要ですただその特定免許は1日講習を受ければ取れるので特に難しいものではないんですが まあ、旅客船を運航するということは国土交通省の関東運輸局に、えー、届け出もしくはあの許可をあの申請しなければいけません。で我々は12人以下の船なので、えー、届け出ベースでいいんですがさまざ、あえー、まな、あ、要求される書類を全部出して、えー、その届け出を受理してもらうまでに、まあ、23回は通うという感じになるかと思いますが、まあ、それを。あの 届出が受理されればあとはまあその各船着き場を利用するためのまあ自治体への登録まあ、そういうことをやりましていよいよ授業開始というふうになりますはい、ありがとうございますでは最後に、えー、こちらの質問で締めたいと思います、えー、と通訳案内士の方なんですけれども小型船舶1級を持ってらっしゃる方がいらっしゃいまして 何か東京でこの資格を生かせる場所はないでしょうか、ね、ライバル出現ですかねそうですね、まあでもせっかくあの免許をお持ちで,でもし船もお持ちでしたら、あの事業者として参入するっていうのも面白いんではないかと思いますし、あのあとはその。 英語もできて、えー、操縦もできる船長さんというのはなかなかいませんので、例えばそ屋形船とかそういうところであのうち英語できないんだよねって言ってるところが多分あると思うので、そういうところに就職のチャンスがあるかもしれないです。はい、いいありがとうござまます。素敵なアドバイスをたただきましたね。 はいでは、えー、少し質問は残っているんですけれどもちょっとお時間になりましたのでこちらで、えー、終わりにさせていただきたいと思います、えー、佐藤さんのこだわりが詰まったですね完全オーダーメイドの和船でどんな現代の船遊びができるのか、まあ、動,画も動画の視聴も通して実感されたことと思います、えー、それが水上バスですとか屋形船とかどんな違いがあるのかというのもご理解いただけたんではないでしょうか 今日のこちらの研修を通してですね、皆さんもぜひインバウンドゲストに新しい東京の体験というのをご提案していただいて、ぜひみズはの方にもご乗船いただければと思います。それでは本日のご参加どうもありがとうございました。こちらで失礼いたします。ありがとうございました。